与佐野町は京都府の北部に位置し、与佐郡に属する町、府北部、丹後半島の付け根にある。茅谷大鉱山笠松公園から見た、阿蘇海と与佐野町茅谷の町並み茅谷,谷と呼ばれる野田川の扇状地に位置する。茅谷地域の南東方谷は大鉱山があり、以前はニッケル鉱山もあった。山地河川湖小湾岸に今回が和気候で豪雪地帯となっている。 2010年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると5.82%減の23,457人であり、増減率は、深26市町村中19位、36行政区域中29位。町長町議会定数16人町役場を岩滝地域に本庁舎を置き、早地域、野田川地域にも各部下を分散して配置する。 文庁舎制が取られている。京都府立以下大学附属北部医療センター2020年、現在、与佐野町との正式な姉妹都市、定型都市は存在しない。立地企業有地企業放送局2016年4月、岩屋省が市場省に統合され、休校となった。2020年4月、与佐省と桑海省が、蚊屋省に統合された。 小学校はいずれも建設から30年以上、経過しており、老朽化が進行しつつあるが、耐震補強工事が完了している。幼稚園保育所路線バス高速道路国道不動。ありがとうございます。